歴史主義建築の例。ギリシア神殿のように列中の並ぶボザール様式のペンシルベニア駅の駅舎。1911年頃に北東から見た写真歴史主義建築は19世紀から20世紀初め頃の時期に西洋の過去の建築様式を復古的に用いて設計された建築のこと。18世紀の新古典主義建築と20世紀の モダニズム建築に挟まれた時期に現れた特定の傾向の建築を指す。類似する用語に折衷主義があるが、両者の違いは歴史主義が過去の建築様式のリバイバルを本詞としているのに、対し、折衷主義は特定の様式にとらわれず、いわばいいとこ取りをして建築家の作為により、複数の様式を組み合わせて造形することにある。例えば、ゴシックリバイバルの建築は、 ゴシック様式に基づいて設計されていることから歴史主義ではあるが複数の様式を組み合わせてはいないので節中主義ではない。新古典主義建築では古代にリシアとローマの建築が理想とされたが19世紀になると中世のゴシックや近世のルネサンスが再評価され過去の建築様式のリバイバル運動が起こった。同じ建築家の作品でも教会を建てるときはゴシック。 公共建築を建てるときは、ルネサンスなどと用途に合わせて様々な様式を用いるという状況も見られるようになった。こうした手法は20世紀初頭頃までは主流であったが、近代建築運動の中で否定されていった。歴史主義という言葉は、イギリスの建築士やニコラス・ペブスナーによるもので、モダニズムの観点から見た19世紀建築に対する別称である。 モダニズム前世時代の価値観で歴史主義建築の時代を見れば過去の様式にとらわれ前向きな理念を見失い混沌とした百鬼夜行の世界とも見られよう。また、雪中主義というと節操がなく価値が低いように考えられるかもしれないが、現にヨーロッパの主要都市を飾っている歴史的建造物にはこの時代の建築物が多い。今日に続く都市の美観を形成する上で、 大きな役割を果たしていると言える。アメリカ合衆国は歴史の浅い国という自覚があっただけに、ある意味でヨーロッパ以上に古典様式を理想と捉える風潮が長く続いた。建国以来、イギリスのジョージアン様式が公共建築や住宅に好んで用いられ、さらにパリのエコールでボザールで学んだ建築家が古典主義系の歴史主義建築を作り続けた。 マッキム・ミードホワイト事務所が、ボザール・リュの作品を多く残している。また、ビクトリアン・ゴシックの影響を受けた、建築家の作品もある。大阪府立中野島図書館、明治時代に近代化イコール西欧化を目標とした際、建築の分野で実際にモデルになったのは、同時代の歴史主義建築であった。工部大学校で日本人建築家を養成した、親とい外国人、 ジョシア・コンドルは、ビクトリアンゴシックの建築家であり、教え子のタツノキンゴもロンドンに留学し、イギリスの影響を強く受けた。タツノの作品である、東京駅にもクイーンアン様式の影響が色濃い。ドイツ、フランスに留学した建築家もいたが、総じて、明治建築の主流はイギリス系であったと言えよう。 明治末から大正時代に入る頃には、ヨーロッパ各国の近代建築運動が紹介され、ウィーン分離派やドイツの表現主義の影響なども見られるようになり、歴史主義から離れた多様な表現が生まれてきた。昭和に入る頃の若い建築家たちは、ルコルビュジエラのモダニズム建築に浸水していったが、歴史主義建築に対する支持も強く、アメリカン・ボザールの影響を受けた。 大規模な作品が作られ、都市を飾った。また、ヨーロッパ以外の伝統的様式を取り入れた作品も、ここに含めておく。藤森照信、日本の近代建築、岩波書店岩波新書、1993年。ありがとうございます。